俺の個人レッスンの生徒の保護者の方とか社会人サッカーやってるみんなからね、安くておすすめなスパイクなんですかって聞かれること多いねんけど、今んところの結論がこのミズノのモナルシーダでございます。え、光栄くんいつもモレリア履いてるけどモナルシーダの方がいい？今これサッカーの個人レッスンでずっと履いてて、芝でも土でも履いてんねんけど、モレリアと違って値段が半額以下でこのクオリティっていうのはもうありえへんと思う。人工比較でちょっと分厚くてね、耐久性もめっちゃ良さそうやし、分厚い分インパクトもめっちゃ強くて、プレーね、思ってたよりも支障はない。かかととか履き口が結構分厚いっていうのはまあデメリットやとは思うけど、その分耐久性ね、めっちゃ期待してます。最近ネオ3プロのね、モナルシーダのネオ3プロのスパイクもレビュー動画出したけど、やっぱこのトレシューもスパイクも練習用としては今んとこ一番おすすめかなと。なるほどね。初心者から上級者まで幅広くね、好きな足型なんじゃないかなと。え、じゃあモナルシーダで一番いいところってどこなんですか？履き口とかかかとの分厚さっていうのは、まあプレーに関して言うと結構デメリットやと思うけど、その分やっぱ耐久性がガチガチに良さそうなのは一番ええとこかなと。重くて頑丈やからインパクトもめっちゃ強い。これはモレリアよりも絶対強いって今感じてる。へえ。だからインスタとかでもシュート動画このモナルシーダでストーリー上げたりしてんねんけど、あ、めっちゃ強いなって感じてる。え、インサイドもインステップもどっちも？インサイドもインステップもどっちも強い。ただ蹴るときにやっぱこのかかととか履き口の分厚さはちょっと邪魔やなっていうのは思う。うん。でも耐久性って考えたら練習用としてはめっちゃええんちゃうかなと。スパイクもトレシューもモナルシーダがおすすめです。え、じゃあ欠点とかある？その重い分厚いとかっていうのはまあしょうがない面やとしても、このコメント欄でもよく言われるけど、インソールがもう今ほらこうなってるよ。ほらこの履くときにこのインソールがずれてグリップソックスと摩擦でふにゃふにゃなってまっすぐ履けない。それえぐいな。このまま押し込んで履かないと、ちょっとずれたままじゃないと履けないっていうのがあって、ここはもう左右両方やし、もう絶対デメリットやな。めちゃくちゃこれめんどくさい毎回。え、じゃあインソール変えるとかは？それはありやと思うけど、それやったらせっかく安い意味がなくなるから、ここは改善点かなと。まっすぐこのまままっすぐ履けることの方が少ない。え、じゃあその底を時期抜くとか？まあ抜くのもありやし、俺も抜いて履いてみたけど、やっぱりインソールはあった方がええから、ここはね改善してほしい。スパイクではそんなことなかったんけど、トレッシュはねそれ感じるんで、皆さんもコメントで教えてください。ありがとうございます。